や、第一印象って言っても僕以前に一回お仕事をさせてもらったことがありまして、その時は今会いに行きますで成宮さんが主演の、3、4年ぐらい前だね、もうね、成宮さんも一緒に仕事をされてるんですね。そうですね、はい、結構、まあ、変わりましたね方向がね。まあそう、まあそうですけど、その時はですね、監督はですね髪がこうね、ロングでね、ここら辺まであったんですよ。そんなないよ。いや、あった、絶対ありましたよ。こんくらいまであって、イケてる、イケイケな監督、無駄におしゃれな、無駄におしゃれっていうか、まあ、イケイケな若い監督だなって思ったんですけど、ブラッティの時はブラッティで久しぶりに会った時は髪がなくって、今のように短かったんですけど、あ、髪がないっていう、そういう印象。まあ年月も経ちますしね。いや、そういうことではないんですよ。男性っていうのはね、やっぱりこう自然にこうね、自然なくなっていったりするもんだから、ね、髪がないと思って、僕はなんかね、すごい、その、まあ、3年前に遡るんであれば、はい、まあ、今下から正直言わせてもらうと、はい、なんて愛想のねえ子なんだと、なんてこいつ愛想のねえやつなんだって思ったのね。なんかそう、3年前の話よ、はい、なんてこいつ愛想がねえやつなんだって思ったんだけど、すいません、いやいや、ただその今回その夏とかの頃から会い始めた時に、あ、この子はすごいめちゃくちゃ人見知りなんだなっていうのが思って、です、だ今回の第一印象は、あ、人見知りなやつやなっていう、人見知りなやつだな、だから、あ、前もそうだったんだなっていう、僕の第一印象はそうだね、そうなんです。どうなんですか、人見知りですか。そうなんです。人見知りですね。人見知り、なんかシャイというか、なんかさ、監督だった時も結構シャイだったんですか。今回ブラッティーマンデーで会う時も、あまり喋りづらいなみたいな。いや、なんかこううまく、例えば人と会話する時に、人と会話するっていうか、やっぱり目上の人だし、監督だし、うまく受け答えっていうか、ちゃんと喋れるかなとか、そういうことを気にしちゃったりとかするんですよ。ちゃんと返せるかなって言われたことをちゃんと返せてるのかなとか、そういうことを考えたりとかしてるうちに、こうなんか、なんていうの、暗いというか、いや、あと多分ね、ものすごい多分集中力が多分高いんだと思う。だからなんか説明したり、なんかいう話をしてる時も、最初はすごくリアクションが悪いの。はいはい、あ、はいはい、聞いて、こいつ聞いてんのかなと思うんだけど、でも多分その時にもう頭の中で、本当にすみません、頭の中でそういう多分いろいろな考えを駆け巡らしてると思うのが最後になって分かったから、最初の頃はなんか俺間違ったこと俺が言ってんのかなとか思ったり、こいつ聞いて、え、なんか怒らしちゃったかな俺っていうぐらい、なんかどっか違うところを見ながら、はいはいはい、ああ、ああみたいな。でもそれは、あ、この人はもうその時点でこれ聞く言葉をどん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 自分の中のものとこういろいろ混ぜ合わせて、なんかこう、あ、作り上げてる途中の段階、製造段階なんだっていうのが分かったら、あんま気にならなくなって、僕もなんかもう遠慮なくしゃ、ね、リアクションと関係ねえやと思ってなんかあれしちゃうんだけど、そういう意味で、だからそういうのってやっぱこう、じゃあもしちょっとの時間しか会うことができない人とかにそんな態度を取ってると思うと、本当に俺ってなんか失礼なやつだなっていうか。いや、いや、だって、だって3回目ぐらいから分かってくるから大丈夫だよ。監督は分かるかもしれないんですけど、なんだこいつって思われることの方が多分多い気がするからね、気をつけなきゃいけないなと。